ジュリー・ヘルドマンは、アメリカ・カリフォルニア州バークレー出身の元女子、プロテニス選手。名門のテニス一家に生まれ育ち、1960年代後半から1970年代前半にかけて、アメリカを代表する女子選手の一人として活動した。彼女は、ウィンブルドンを除く四大大会で、女子シングルスのベスト4に入ったが、 決勝戦には進出できず、故障のため早い年齢での現役引退を余儀なくされた。母親のグラディス・ヘルドマンは、1953年に雑誌、ワールドテニスを創刊したジャーナリストで、女子テニス協会の WTA ツアーの創設に大きく貢献し、ジャーナリスト部門で国際テニス殿堂入りした人物である。父親のジュリアスは、かつての全米選手権。 ジュニアチャンピオンであり、グラディスは、夫の影響で、テニス進行活動に熱中し始めたという。ユダヤ系である。ジュリーは、そのような家庭環境の中で、姉のキャリーと共に早くから、テニスに親しみ、1960年から、全米選手権に出場し始めた。1966年、ヘルドマンは初めて全仏選手権のベスト8に入る。 1968年のメキシコ五輪では、テニスの非公式競技が、公開競技とエキシビションに分かれて実施された。当時はまだ、アマチュアテニス選手であったヘルドマンは、このメキシコ五輪の非公式競技に参加し、公開競技で、女子シングルス銅メダル、女子ダブルス銀メダル、混合ダブルス金メダル、エキシビションで、 女子シングルス銀メダル、女子ダブルス金メダルを獲得した。ヘルドマンは1969年からプロテニス選手に転校し、この年に全仏オープンウィンブルドン、全米オープンの3大会連続でベスト8に進出し、世界ランキングで自己最高の5位に入った。この頃、女子テニス界はシステムの転換点を迎え、9人の女子プロ選手たちが、 全米テニス協会より脱して、テキサス州ヒューストンに本拠を置く、バージニアスリムズサーキットというプロテニスツアーに参加を決定した。ジュリーは、ビリー・ジーンキング夫人、ロージー・カザルス、ナンシー・リッチー、ジュディテ・テガート・ドールトン、ケリー・メルビル、クリスティ・ピジョン、バレリー・ジー・ゲンフス、ピーチズ・バルト・コビッツと並んで、ヒューストンの9人と呼ばれ、ジュリーの母親グラディスが、 バージニアスリムズサーキットを全面的に支援した。このサーキットは商業的な成功を収め、こうして現在のような女子プロテニスツアーの原型が据えられた。ヘルドマンはその後1970年全仏オープンで初の準決勝に進出したが、ここではマーガレットコート夫人に0から6、2から6で完敗した。 4年後の1974年、ヘルドマンは、全豪オープンと、全米オープンの2大会で準決勝に進出した。キャリアで、唯一の出場となった全豪オープンでは、当時19歳になったばかりのクリス・エバートに2から6、3から6で敗れ、全米オープンでは、ビリー・ジン・キング夫人に6から2、3から6、1から6で逆転負けした。 キャリアを通じて3度の4大大会女子シングルス、準決勝進出があったが、ヘルドマンはとうとう決勝戦に手が届かなかった。1975年は、全仏オープン1回戦、全米オープン2回戦敗退に終わったヘルドマンは、この年に、バージニアスリムズサーキットで最後のシーズンを戦った。あと、故障のため1976年に現役を引退した。 引退後は母親の影響もあり、テレビ解説者として多方面の活躍を続けてきた。その間、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で法学を学んだこともある。ジュリー・フェルドマンは2001年に国際ユダヤ人スポーツ伝道入りを果たしたが、2年後に母親のグラディスを亡くした。ありがとうございます。